されてる方もそうですし、まあ、住まわれてる方もそうだと思うんですけれども、いい場所であってほしいみたいな、そういった方々の思いが育てられるような地であればいいなと思って、健やかな場所であってほしいなっていうことに向けて一生懸命こう活動してるのかなっていうのはずっと思ってます。私らもね、旅してて地元の人と触れ合えるのがすごい楽しかったりとか、そこがすごく印象に残ってるとか、でもやっぱなかなかね、なんか勇気いるじゃないですか、時間地元の人に話しかける。僕らが旅してて、いろいろ見てきて、それをまあ、運動というか、まあ、アマの方々が体験できる、もしくはこう、ここからいろんな場所に出て行ってもらえるような経験ができればいいかなと思って、こういう場所を作ったので、それをこれからもやっていきたいなというふうに思います。なんかやっぱ瀬戸内海がすごい好きで、いろんな他のなんかいろんな場所といろんな景色見て、で帰ってくるとなんか良さがすごい分かって、めちゃくちゃいいとこだったなって言って、なんかとにかくみんなこうなんか楽しませたい、わっとこうもっと遠くとかもう海外の人とかにもなんかこの瀬戸内海のこの自然の美しさとかをこう伝えていけたらいいなと。